ペンコドラフティングペンシル、見た目は短くしたロットリング。リクエスト結構これいただいていたんですけれども、この見た目気になりすぎるということで Amazon で購入してみました。徹底レビューしていこうと思います。購入できるリンクは動画説明欄に貼っておきますね。それでは早速やっていきましょう。今回購入したペンコというブランドなんですけれども、ハイタイドという会社の代表するフラッグシップブランドなんですよね。まあ、一言で言うとアメリカンなおしゃれブランドっていう感じです。実は僕もペンコのペンは1本だけね持ってまして、それがこちらのペンコのバレットボールペン。結構弾丸ボールペンみたいですよね。こちらはカーキという色ですね。660円です。こうやって出してくるっと回してカチッとはめるっていう非常に単純なボールペンですね。まあ、そんな感じですごくシンプルで可愛いっていうね印象があったブランドなんですけれども、今回のドラフティングペンシルどんな感じなんでしょうか。早速開封をして見ていこうと思います。普通ぐらいの長さのシャーペンと比べてみてもかなりちっちゃい箱ですよね。これは取扱説明書みたいな感じですね。こちらがペンコのドラフティングペンシルのブラックでございます。定価は2310円。僕が買ったアマゾンでも同じ価格でしたね。まあ第一印象としてはやっぱりね短いロットリングっていう印象ですね。こちらはロットリング600なんですけれども、こうやって比べてみるとめちゃくちゃねペンコ可愛く見えますよね。かなりぷっくりと太ってて、でなおかつ短いので、ロットリングとデザイン自体は結構似てるんですが印象はかなり違いますね。カラーバリエーションはブラックとシルバーの2色展開となってます。もうサイズ的には手のひらサイズですね。めちゃくちゃちっちゃいです。重さを測って見ると 15.3g でしたね。ボディにはアルミが使われているので、まあ、重すぎず軽すぎずといった、まあ、程よい重量感があるなっていうのを持ってみて感じました。全長は 107.3mm ということで、ぶっちゃけ超短いですね。まあ、普通より 3.5 cm ほど短いと思っていただければと思います。でグリップの太さは 9.5 mm ぐらいですね。まあ、本当にちょうどいい太さのグリップだなっていった感じですね。ちょっとロットリング600と比較していこうかなと思います。こうやって見てみても、この六角形の軸にローレットグリップ、それからシュッと細くなった口金に、先端には 4mm のガイドパイプっていうのが搭載されていて、まあ、かなりね、ロットリングと似てますよね。まあ、でも似すぎっていうわけではなく、本当にいい感じにオマージュがされているんじゃないかなと思いました。ロットリングのペンは問答無用にかっこいい、でもこのペンはかっこよさもありつつ可愛いです。なんか愛おしいですよね。ロットリングのペンはロゴとかに赤色が使われているんですけれども、ペンコのドラフティングペンシルはロゴが灰色になってまして、まあ、そういうところもねモノトーンカラーで見た目がかなりすっきりしているなと思います。パソコンの近くに置いていても様になるし、こういうメモ帳とかと合わせてもすごく似合うなと思いますね。あと最初に握ってみてこれびっくりしたんですけれども、とにかくローレットグリップがきついです。このグリップのギザギザ加工のことをローレット加工っていう風に言うんですが、僕が持っているローレットグリップの中で一番きついんじゃないかなって思うぐらい本当にグリップ力がすごいんですよね。指紋の先端が引っかかるような印象です。なんか例えるなら噛みやすいを握ってるような感覚ですね。こうやってギコギコやると指削れます。グリップ力すごいんですけれども、ちょっと長時間使ってると指が痛くなっちゃうんじゃないかなと思うほどですね。でもこのローレット加工は一粒一粒非常に均等に整列されていて、見た目かなり美しいなと思いました。ここの六角形の軸はマットな質感ではありますが、結構スベスベとした触り心地ですね。ロットリング600のブラックは結構ザラザラとした触り心地なので、ここの軸の質感は結構違うなと思いました。クリップ結構長くなってるので、握ってると確実にクリップが指に干渉してしまいます。まあこれは短いペンの宿命なので仕方ないかなとは思いますが、メインの勉強で使っていくのはちょっと厳しいかなと思いますね。では中身がどんな構造になってるか気になるので分解をしていきましょう。ちょっとこれ気になったのが、グリップと軸を回す時にこうやってキュッ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 音が鳴るんですよね。この音嫌いな人は買わない方がいいかもしれないです。でこうやって開けていきますと、これびっくりしたのがね、中身まで黒色のパーツになっているんですよね。
普通のシャーペンって外見は真っ黒でも、こうやって中分解していくと、まあ、透明とか白とかシルバーのパーツが使われていたりして、さすがに中までは真っ黒じゃないよってことが多いんですが、このペンコのドラフティングペンシルは中身まで真っ黒のパーツが使われています。新タンクまで真っ黒っていうのは結構ね、僕ワクワクしましたね。意図したものなのかは分かりませんが、黒が好きな自分にとっては、まあ、すごくね、なんかかっこいいなと思いますね。この色違いのシルバーって分解したら何色なんですかね。多分黒だと思うんですけれども、中身までねシルバーになってたらもうこれは拍手したいなと思います。で、消しゴムは白ですね。さすがにクリーナーピンはついていませんでした。一応最初に入ってくる芯の量は新タンクの中に2本で、ここに1本なので合計3本入ってました。で、ここからさらに分解することができまして、このグリップと口金が回るんですよね。で、こうやってくるくると回してあげると、こうやってグリップだけ取り外すことができます。そうするとね、芯中の、金具がこうやって出てきました。これ何のパーツなんですかね。ちょっとさらに分解をしていきますと、あ、こうなってるんだ。中身こんな感じになっております。この芯中のパーツがかなりずっしりと感じますね。結構な大きさの塊の芯中を削り出しているような印象を受けるので、なかなかしっかりとした作りだなと思いました。ロッドリングのペンはこのグリップと先端の口金って完全に固定されてて、全く同じパーツが使われているんですが、ペンコのドラフティングペンシルはこうやって分解することができるんですよね。まあ、ちょっとそういうところの構造の違いも面白いなと思いました。そんなにいっぱいは持ってないんですが、僕が持ってる短いペンをこうやって集めてきました。まあ、こうやって見てみても、このペンコのドラフティングペンシルは、まあ、短いペン界隈の中でも特に短いペンなんじゃないかなと思います。この中で一番短いのはこのペンコのバレットボールペンなんですが、書こうとすると結構こうやって長くなるんですよね。まあ、実際に書くときに一番短いペンって何かなと思って見てみると、これなんですよね。カベコスペシャルミニですね。このカベコスペシャルミニが、まあ、一番短いペンなんじゃないかなと思うんですが、こうやって比べてみても、ペンコのドラフティングペンシルは、まあ、若干長くなったかなっていう感じで、ほとんど同じ長さなんですよね。まあ、多分これ以上短くすると書くときに不都合が出ちゃうんじゃないかぐらい短いので、本当にギリギリまで短くしたシャーペンなんじゃないかなっていうのを感じますね。ペンテルのケリーってキャップをこうやって外した状態でも書くことができるんですけれども、こうやって比べてみるとほとんど同じぐらいの長さですね。ペンテルのケリーを持ってるって方は、まあ、ほぼこれと同じぐらいの長さだよと思っていただければと思います。いや、めちゃくちゃ可愛いですね。こうやって並べてみても、では書きながらこのペンが書きやすいのか書きにくいのかなど、そういった項目を5つ星評価で評価していこうと思います。まずは書きやすさですが、こちらは星5つでございます。満点ですね。まあ、短いペンなので非常に取り回しが良くて書きやすいなと思いました。短いペンっていうのは結構書きやすいっていう傾向があるんですけれども、今回のペンコのドラフティングペンシルも例に漏れず書きやすいなと思いました。なのでスピード勝負、例えばテストといった場面でも使っていけるシャーペンなんじゃないかなと思います。続いて握りやすさですが、こちらは星2つですね。まあ、いまいちかなと思いました。星2つにした理由としてはクリップが外せないという点です。これがね、非常に残念すぎるんですよね。このペンはクリップが指に確実に干渉してしまうので、まあ、せめて取り外せる機構にしてほしかったなと思います。まあ、結構書いてる時のストレスっていうのはあるかなと思いました。それからローレットクリップなんですが、僕の握り方の場合結構爪が削れるんですよね。まあ、それほどきついローレットクリップになっているので、そこまで指に優しくないグリップなんじゃないかなということで星2つとさせていただきました。続いて書き味なんですが、こちらは星4つですね。思ってた以上にしっかりとした作りなので、安定感がねすごくて、結構書いてて楽しいなと思いました。個体差もあるかもしれないんですが、自分の場合キャップと軸がカタカタと振動することがなくて快適に書けました。結構シャーペンってキャップがカタカタなって、その振動が指に伝わってきてちょっとチャッチー書き味になることが多いんですが、こちらはそんなことなくかなり安定した筆記が可能ですね。ただこちらは軽量なアルミボディということで、真鍮ほど重厚な書き味っていうのは楽しめないかなと思います。まあ、分かりやすく言うとアルミの塊で書いているような感じで、まあ、比較的優れた書き味なんじゃないかなと思いました。続いてペン先の視界は星5つ、満点でございます。
まあ、短いペンなんですが 4mm のガイドパイプが搭載された政治用のシャーペンということで、かなりペン先の視界はいいなと思いました。短いペンでこういった政治用シャーペンって結構珍しいんですよね。なので本当にシャーペン界でも異端児的な、すごく面白いコンセプトのシャーペンだなと思いました。続いてデザイン質感なんですけれども、こちらは星5つでございます。満点ですね。デザインすごく可愛いなと思いましたし、加工もかなり丁寧にされているので個人的には満点かなと思います。それから書いてる時に見えるペン先の視界も僕自身結構好きで、いきなりシュッとなってるのですごく書くのに集中できる感があるんですよね。なんかそういう書いててテンションが上がるっていう点でもこちらのペンは評価できるかなと思います。続いてノック感なんですが、こちらは星4つでございます。まあ、比較的優れたノック感かなと思います。ノックしてみたら程よい硬さがあるんですよね。まあ、でも星5つにできなかった理由としては、なんか衝撃があんまり伝わってこないっていうところですね。僕は結構しっかりめなノック感が好きなので、なんかノックした時にカチッという衝撃がね、もう少し伝わってきてほしいなというふうに思いました。続いてクリップの挟みやすさは星4つでございます。まあ、硬すぎず柔らかすぎずといった感じで結構挟みやすいクリップでしたね。これといったストレスはなかったので星4つとさせていただきました。続いてコストパフォーマンスなんですが、こちらは星3つかなと思います。僕的には値段相応かなと思いました。まあ、非常にシンプルな作りなので、ロッドリング600よりも安く抑えることができたんじゃないかなと思います。作りで言うとロッドリング600の方が僕的には優れているんじゃないかなとは思いますが、まあ、2310円の割には書いてる時の安定感も優れていて、価格に見合った満足度を味わうことができるんじゃないかなと思います。最後に総合評価していきますと、シサガペンコドラフティングペンシルを使ってみた感想は星4つでございます。まあ結構いいシャーペンなんじゃないかなっていうのが、率直な感想ですね。ただ星5つにできなかった理由としてはクリップが外せないという点です。これがね、僕の中ではすごく残念なポイントなんですよね。結構短いペンっていうのはクリップが指に当たりやすいので、クリップを取り外せるっていうものがねすごく多いんですよね。例えばラミのスクリブルもこうやってくるくると回してあげれば取ることができますし、工房設のペンシルコルタもこうやって取り外すことができますし、あとはカベコスペシャルミニなんかは元からクリップがついてなくて、もうクリップは別売りっていう感じになってますし、あとはプラチナのプロユース1500、こちらに関してもこうやって回せば取り外すことができます。なのにこのシャーペンは取り外せないということで、なんか取り外せるものを知ってしまっている自分からしたら取り外せないっていうのがすごくねモヤモヤするんですよね。ちょっと握ってる時のストレスが大きいかなと思うので、まあ、メインの勉強で使っていくのは少し厳しいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、本当に惜しいシャーペンかなっていうふうに思いますね。まあ、でもそれ以外の項目に関しては比較的優れているなっていう印象を受けましたので、星4つと比較的高い評価とさせていただきました。まあ、手帳用のペンとしてはかなり面白くて優れていると思いますので、ぜひ次のシャーペン選びの候補にしてみてください。気になった方はポチってみてください。概要欄に購入リンク貼っておきます。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。